この辺横に沿って登っていくしかないか。それ。今パークでさ、木材をめちゃくちゃ回収できるパークをつけてるんだよね。だからこれでやっと自分のキャンプのさ、ハリボテをさ、出しようと思ったらもうハリボテすらないっていう。さ、いや木材あれ拾った銃とか分解したら手に入るけど、ね、ちょっと銃から木材が？銃、そうそう、へえ。さっきさスーパーミュータントいっぱいいたじゃん。あいつら落とす武器とか拾いまくって分解すればえ、あれ、木材からできてんだ。なんだ、鉄くずちょっと、木材めっちゃちょっとみたいこれ乗れないの？これ。な、乗れたらいいな。乗れたらいいよな。飾りか。今さ、見た目が完全にパジャマだけどさ、ちゃんと防具着てるんだよ、これ。こんばんは。中に着てる防具隠せるような服で。うん。だから、見た目ただのパジャマとヘルメットしたおじさんだよ。喉の渇きが早いな。だけど、なんか病いい気か水がかたくさんある。何バラっこれ。て、ここまでにスーパーミュータおう。ントだよね。バラバラにしてやる。ああ、出た。早い。打ちすぎ。これ弾の消費激しいから強いやつにしか使いたくない、ね、強いやつだったかな、今の。硬まあ、まだ見かけてないい。まあし、いまるのかもわかんないけどさ、あ。スーパーミュータントのなんか特攻フォルムみたいなやつもいたんだよね。特攻フォルム？ね、自爆するみたいな。そうそう、こっちに突っ込んできて自爆する、スーパーミュータンああ、ト。なんか、いた気がするけど、怖いな、それ。76人ね。おお、何？何？誰これ？シグナルストレングス？それか。ああ、肩こりパン、半端ね。水、毒フード入ってるよ。俺入ってない。ちょっとなんかやべえのいお、るって。おお。やだ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 。アウト。でもこいつには使うしかない。エモシだよ。いや、使わなくてもいいか。俺使ってるこの拾った銃が弱すぎるだけど。せっかく火が出る、火吹くのに。ん？あ、いや、そっちじゃなくてこの単発の方が超ああ、弱い。単発？毒フードあげる、これ。やった。というか、監督官のログも再生しちゃったから声かぶってるんだけど。あ、間違った。ごめん、俺食べちゃった。いや、 間違った。何食ってんの？ これ食っても何の効果もないんだけど。もう全開してんの？いや、放射能ダメージ受けただけだ。ああ、そっか。食ったっていうか、なんだっけ、飲食の放射能ダメージのパーク取ってない。あ、取ってない。あ、なんか何食べても放射能ダメージ食らわなくなるっていうのもあるよね。そうそうそう、でもさ、そのそレれベル上げを、ていくと大丈それ入手しちゃうとさ、ラットアウェイが夫。使い道なくなるからさ。いや、敵に攻撃された時も食らうんああ。で、あと放射能食らうエリアとか、全然飲食で食らわなくなるだけで変わるよ。で、なん今かなん来てんか、だけど。何？ヘッあ、ショット。グロい。食べよ待って、なんて、食べるの？うわー、うわー、うわ、捕食してる。う。マスク通り抜けて、捕食してる。いや、これで体力まだパークのレベル1だからあれだけど、10ぐらい回復するんで。ちょっとクエストの方をじっくり見たいんだけど、敵がいるから全然。待って、王冠マークいるよ。
あ、でも弱そう。弱い。どうした？めっちゃ弱いやん。めっちゃ弱かった。脇尺アイテム、何これ、ガトリングレーザー。うん、てかフュージョンコアも持ってる。いただき。え、いいもん。こいつやべえの。え、まずこいつだけ持ってんの。こいつめっちゃ持ってるけど。何なんでこんないいもん持ってんの。ちょっと待って、作業台欲しい、それ。え、一回キャンプに戻るべきじゃないこれ。この死体切れない。あ、あのアイテムを回収してから重量オーバーしたらいけない。ファストだよね。ちょっと今33オーバーしてる。あ、いいこと思いついた。お、パワーマー出た。キャンプ作ればいいんですよ。これ切ると200まで増えるんだもんね。まあ、もしくは今パーツ何もついてない。もしくは今一時的にさ、キャンプを作れば。いや、今作っちゃうとね、あの俺が作ったキャンプの、あ、そっかそっか、まだかキャンプの壁とか何も回収してないからさ。じゃあ俺が作ればいいんじゃない。あ、その俺は失うものは何もない。なんだよ、失うものは何もないっていうか、すでに失ったんだよ。いや、もう失わないでしょ。まあね。でもここロケーションかぶってるから、ここは無理でしょう。うん、ちょっと離れにまで行かないと。もうちょっとさ、立ち止まりつつ進まないと今重量オーバーで大変なことになってる。ちょっと離れるね、キャンプが作れそうなところまで。うん、あ、もう作れるわ。あ、近くの駅みたいなところにアイテムボックスありますよ。近くの駅みたいなところにアイテムボックスあります。これじゃね、どれ、この、これ駅だよね、どう見てもだよね。移動速度速いんじゃん。なんとか快適だな。あるー、ありがとうリスナー。私はもう動けない、重くて。くさ、キャンプがあるのはいいんだけどさ、どの道作業台がちょっと今欲しいんだよね。あった、作業台あった、あった。あ、作業台も嬉しいだけ。ガトリングレーザーめっちゃ強いけどウェイト18もあるやん。てかこの拾ったリボルバーもレベル25だから、あまりに強すぎて使える武器がないな。これも25だもん。なんでピス、なんでリボルバー2つも持ってる。げ、収納箱いっぱいになった。あらま、え、収納箱がいっぱいになった場合ってどうすれば。どうしようもない。どうしようもない。どうしようもない。え、というか、なんていらないもん、そこのロボットに売っ張ればいいの。ああ、え、有限なんだボックス。そのボックス近々アップデートで容量増えるみたい。というか、まあこれは無限でもいいレベルだと思ってたから有限だとは知らなかった。なんか売るって言ってもな、なんかあれば取っておきたくなるからな。キャンプ作りたいな。作れよ。作るか。でも俺あの全然作業台作れないからさ、素材的に。ダメじゃん。作ってくんない。は？俺素材ないんだよ。俺のキャンプ右下の方にあるからそこ。遠いんだよ。あれファストトラベルタダでしょ。ファンだけどね、またこっちに戻ってこないといけないでしょ。俺にファストトラベルすればタダで。その手勝った。わ、なめっちゃパンパンされてる。ちょ、なにめっちゃ48レベルのあってスーパーミュータンっているんだけど、シューン、あーちょっと待って、
ちょっとやばい、音がやばいんだけど。待って待って、なんかやばい人たちいるわ、向こう。レベルがぶっ飛んでる。行かない方がいいと思う。だってここさ、誰か。今このワールドに50レベルの人いる。ね、そういうのが関係してるのあれ。いやー、なんか、わかんないけど、してそうだな、みたいな。やばい、ミュータントが近づいてきて。てか、なんか揺れてない画面。あなたが近づいてきたから。あ、これ人の画面揺らせんのこれ。すごい揺れる。いや、やめて。じゃあさ、ちょっと、整理してくるから、この辺うろちょろしてて。うん、この辺いるわ。そっか、それはワザップだな。ワザップ。それはワザップだよ。ん？あ、待って、俺いらないもん売りすぎて自分の服売っちゃった。突然全裸になんないで。くそ。でもさ、あれ、あなたのキャンプ取られてない？え？取られてんの？だってステータスがあなたの名前じゃなくなってるよ。キャンプだって遊園地の真ん前だったよね。あ、一番左上の？うん。ないよ。ワークショップを侵入者から取り返す。くそ。行くか。ちょっと こいつから買い戻せる？ね、怪我。ひどい格好。いや、これさ、自分の装備してるやつさ、装備してるって表示出ないんだよね。マジか。どうしたの？なんでそんな。ロボットの真ん前にあられもない格好になってんの。ま、服高っ。いくら？全体だ。53だよ、53。これ53か。いいよ、裸でいいよ。いや、だってあなたのキャンプを取り返さないといけないんだけど。だって俺そんな、だって強い武器持ってないよ、俺は。ね、つうか俺のキャンプってもう一つ普通のキャンプあるよ。あ、そうなの？ここから上の方に。え、でもさ、資源手に入るんだからとさ、早めに取り返しておきたくない？それでもいいけども、取り返すぞ。なんだっけ、あのタレットボコボコになってんじゃねえかな。かな。え、だってあれ、タレットをボコボコにしないとさ、手に入れれないよね。うん、ない、ない。多分。いや、違う、PVP したことないから分かんない。俺もないで、その格好で PVP は無謀だぞ。あんま来てるから。あんま、どこが。あ、でも待って、俺さっきアーマー壊れましたって表示出た気がするんだよね。あの、右下にさ、あの異常があるときちょっとアイコンが赤くなるじゃない。うん、俺今アーマーも武器も赤いよ。いやでさ、今あの占拠されたあなたの元キャンプさ、うん、近くにプレイヤーはいないけど PVP しますかってなったらどうなるんだろうね。知らない。いや、でも PVP しますかさ、人の拠点をぶち壊して奪うだけだから、ね、うん、まあ、そっか。うん、もう一人キャンプでお留守番してればいいんじゃない。いやリアルファイトすんの。もしくはあのだったら、うん、フォールアウト4はさ、なんだろう、コンパニオンみたいな感じでさ、自分とあともう一人なんか好きな、なんだろう、ストーリー上に登場する人なりロボットなりを一緒に同行させることができたんだよね。へえ。そういうのをさ、作成しておければいいのにね、キャンプに。置ければな。テクスチャーがさ、うん、読み込めていないんだよね。あ、待って、機銃全部ぶっ壊れてんじゃん。あ、壊れてない。壊れてはいない。撃ってくる？撃ってこない。ただあの壁が消えてる。
痛い痛い痛い、なんだよこれ。ははくさ、病気になったこれもしかして。あ、指名手配されちゃった。ああ、オッケー、これとりあえず取得するか。てかまあよくわかんないけど、とりあえずキャップ支払って取得してみるか。俺キャップ多分使うことないと思うんだけど。ファストトラベルで使うよ。はい。つうかこんなんで取れんのかよ。え、なにこれ。PVP もクソもないじゃねえか。ドミネーション。ほんとだ。プレイヤーがいることを前提に取得必要があるのこれ。これさ、うん、スキルがあればこれ解除できるわけじゃん。なんかう、お、あれ何言ってんのあれ。え、うん、これ以上首狙われてるけど狙われてるけど、全裸の変態。痛い。はい。え、でも結局あれは何、あなたは指名手配の身だから嫌われてるの。あれ、でも打ってもこれ体力減らないからどうしようもねえんだけど。これどうしたらいいんだこれ。わかんない。お、あ、クラフトでそいつ動かせない。いや、動かすことはできるけどね。どの道あなたを敵対してる。でも俺の方撃ってきてないんだよなあれ。なんなんだこれ。あ、今撃ってきた。何あれ、わからない。え、あのこの周りに置いてあるやつらには撃たれる、このタレット。体力ゲージ赤じゃないしな、そもそも。あ、今赤になった。え、意味がわからない。これ多分起こさない方がいいよねきっと。うん。あれ死体打ち激しいんだけど。質の悪いタレットだわ。正直さ、あのなんだろう、資源がもらえるキャンプはさ、本当になんかそれだけでさ、うん、自分で発展させるとかなんかそういうのなさそうだからさ、なんもない。やっぱなんかなんだろう、自己流のキャンプを作っておくのがいいんじゃない、良さげな兵士とかに。こんばんは。だよな。はい、こんばんは。これ浮いてるけど、このテント、テントじゃない、建物、キャンプ。うん、はしごでに階段で支えてるから。いや、階段で支えてんのこれ。この鉄骨何。未知の物質で